つかもしれないし元気じゃないかもしれない。小石だよ。何言ってるの小石ちゃん。今回は早速見つけた紫の怪物を倒したいと思います。多分これヘラクレスの色違いなんじゃないかな。なるほど色が違うのね。でも多分かなり強いよ。そんなの関係ない。行ってきてだお。前が見えないね。しかも相手のレベル66だって。顔狙いてる。火炎放射。火炎放射を出せてももらえなかったね。あ無理だったか。さすがにここまでレベルが離れてるとね。次は勝つよ。今回はいきなり負けから始まっちゃったね。この後から勝てば問題なし。すっぽいポジティブ。で、どいて、何回かよ。多分ボスポケモンなんだろうけど、私は見たことないポケモンだね。それで、小石ちゃんは何してるの？戦いたいんだけどなかなかボールが当てられなくてね。なんとか頑張って小石ちゃん。顔を早く戦ってよ。あ、上に登っちゃってるじゃん。でも始まったよ。ピアンシーっていう名前でこいつ多分色違いかな。なんかそうっぽいね。っていうか話してるうちに終わってるんだけど。強いね。多分色違いだとレベルの下に四角いやつがつくんだね。そしてレベル差は20と。色違いじゃないボスポケモンは10レベル差が。気楽って見てる人が教えてくれたもんね。まあだから色違いに挑むのはちょっと厳しいかな。余裕だよ余裕。今速攻でやられたじゃん。っていうか一応聞くけど今回は何か目標あるの？あるよ。え？あるよ。本当に？本当だよ。じゃあ今回何するの？なんと今回は、新しいポケモンを捕まえたいと思います。おおついに、コメントでもポケモンを捕まえてほしいっていっぱい来てたからね。それで捕まえるポケモンは決めてるの？もちろんだよ。今回捕まえるポケモンは、こいつだよ。ラルトス。そう、ラル。ってことで早速捕まえちゃうよ。っていうかモンスターボールあるの？もちろんちゃんと買ってきたよ。早速投げる。ラルトスがボールに入ったみたい。なんかコロコロしてるね。何回かコロコロすると捕まえたってことみたい。じゃあじーっと見てるよ。あ、ゲットできたみたい。やったー、ラルトスゲット。っていうかそもそもなんでラルトスなの？一回メガ進化ってやつをやってみたかったんだよ。あ、前にボスのサーナイト倒した時のあれか。確かにラルトスの最終進化はサーナイトだからね。そうそう、最後まで育てればいずれはメガ進化もできる。へえ、意外と考えてたんだね。私はいつも考えてるよ。それはない。ってことで早速ラルを出してみるよ。見た目はかなり小さいね。大丈夫大丈夫、これから成長していくよ。強くなってくれるといいけどね。なるよ。まあでもサーナイトになる前に一つ進化があるからね。え、そうなの？うん、進化の流れはラルトス、キルリア、サーナイトだね。あと目覚めの石ってやつでユーレイドってやつにもなるみたい。へえ、いっぱいあるんだね。特性はシンクロってやつみたい。毒、マシ、やけどになったら相手もなっちゃうんだね。相手も同じになるからシンクロね。今覚えてる技は何だろう？おまじない、テレポート、念力、鳴き声だって。テレポートって技で近くのポケモンセンターに行けるんだって。それは便利だけどこの世界で使えるのかな？どうだろうね。まあいいや、ラルのことはここで終わり。いつもと同じくバトルしに行くよ。じゃあ行こうか。なんかあっちにでっかいのがいるみたい。うわ、ほんとだ。何あれ？とりあえず近づいてみよう。ほんと怖いもの知らずだね。フランちゃんは怖いものあるの？私だってそんなものないよ。ふん。何その目は？っていうかなんか荒ぶってるね。近くで見るとより大きいね。大きいっていうか長いね。確かに、細長い。顔は結構怖い顔してるね。なんか角みたいなものもついてるし、なんか神々しいポケモンみたい。言うだね、言う、ドラゴン。消えた。あれ？一瞬でどこ行っちゃったんだろう。跡形もなく消えちゃったね。へえ、すごいね。でもあのポケモン捕まえたかったな。多分あのポケモンは捕まえられないと思う。きっとボスポケモンだったろうからね。それなら仕方ないか。よいしょ、よいしょっと。あ、右になんかいる。うおー、でっかいやつだ。なんでそんなにテンション上がってるの？多分ボスポケモンかな。てか口見たくなってるよ。そういうポケモンみたいだね。でもなんか正面から見るとちょっと不気味だね。なんかお人形さんに見える。口にジッパーみたいなものがついてるね。とりあえず勝負。やっぱりレベル10の差だね。こんなの顔には関係ないよ。まずは火炎放射だよ。相手のスピードの方が速いね。でもあんまり食らってないよ。確かに顔の方がダメージ与えてるね。顔、もう一回火炎放射だよ。今度は一気に削れたね。あと一発で倒せそうだね。ってことで最後の火炎放射。あ、倒した。ボスポケモンに勝利。名前はジュペッタっていうポケモンだったみたいだね。顔のレベルが48に上がったよ。メガ進化できるやつも落としたね。なんだろう光粘土って。わかんないね。それに出すとの何が、誰か泣いちゃったのかな。何に使うのかさっぱりわからないね。それにしても結構ボスポケモン倒せるようになってきたね。顔が強くなってくれたからね。この調子でどんどん行くよ。フランちゃん何回かよ。顔こっぱ？なんだこいつ。なんだろうね。しかもなんだか色が奇妙な色してるけど。きっと色違いのポケモンなんだよ。にしてもここまでの目つきのやつは初めてなんじゃない？確かにものすごい目をしてるね。やあやあおはよう。やめた方がいいって小石ちゃん。そんなに怖がんなくても大丈夫だよ。別に怖いとかそういうわけじゃないし。そうかな。それでどうするの小石ちゃん。もちろん勝負だよ勝負。あ、やっぱりそうなるのか。でも色違いってレベル20差もあるんだよ。でも顔なら大丈夫だよ。相性も良さそうだし。確かにこいつ羽生えて虫っぽいし、相性はいいのかな。顔がやられたらラルもいるしね。いや、さすがにレベル15のラルトスじゃどうにもならないよ。とりあえず、行ってきてだお。こうやって見るとサイズは同じくらいかな。こっちの角の方が大きいよ。こいつの名前は角なのね。それじゃあこの角にロックオン、勝負だよ。って体力いきなり半分ないじゃん。あれれ、ほんとだなんでだろう。なんでって小石ちゃん、しかも一発でやられてるし。これは逃げないとだね。逃げられるかな。あ、逃げられなかったよ。これはラルトスを出さないといけないね。よし逃げるよ。ラルトス逃げられず。地球投げだってやばいね。やばいねじゃなくて二人ともやられちゃったよ。予想以上に強かった。っていうかガオガエンの体力が最初から半分ないことに驚きだったよ。
この子の子の。人参で殴っても体力は減らせないよ。あ、やっぱり。っていうかこんなことしてる場合じゃない。早くガオたちを回復させてあげないとね。ポケモンセンターが近くでよかったね。むむむ、あいつは。あ、ガブリアス。やはりあいつとは戦う運命のようだな。確かにほぼ毎回やってる気がする。そして毎回負けてる。今日は勝つもん。もしかしてまた勝負挑みに行くの？もちろんだよフランちゃん。今日はなんか勝てる気がするよ。ダメな気がする。っていうかなんか低空飛行してるね。これ飛ぶ必要あるの？知らない。それじゃあ早速勝負だよ。あ、間違えてラルトスから先に出しちゃった。ちょっと何やってるの小石ちゃん。大丈夫大丈夫、ちゃんと今帰るから。そういう問題じゃなくて、1ターン分耐えられるの。ガブが穴を掘ってくれたみたいだから大丈夫だよ。ダメだよ、ガオに対して穴を掘るわ。効果抜群の技。そうなの。そうなの。ってことはこれ。まあ一発だろうね。あ、やられちゃった。これはまた今回も負けちゃったね。ラル行ってきて。ここでラルトス出してもどうにもならないよ。いつか絶対倒すからね、ガブ。ガブとガオって結構似てるね。全然似てないよ。ごめん。ラルのレベル上げもしっかりやっていくよ。相手は野生の謎の草だね。レベルも結構離れてるし大丈夫でしょ。念力が効果抜群だったよ。だけど謎の草の眠り粉で眠っちゃったね。早く起きてくれないと困っちゃうね。だんだん回避率が落ちていくね。あ、癒しの波動使っちゃった。なんで謎の草の体力回復させてるの？ピンチ。毒タイプの技を持ってるからね相手は。ここはラルの念力にかける。倒せるかな？ギリギリ残っちゃったよ。毒の粉で毒状態に。ギリギリ耐えられたよ。そしてこれで終わり。あ、決まった。ギリギリの戦いだったね。ラルトスのレベルが20になったね。もうこれでも上げたね。あれ、ラルトスの様子が。もしかして、進化しちゃうの？例のごとく小石ちゃんが進化しそうになってるけどね。力がみなぎってきた。やらなくていいよ。あ、進化完了したみたい。ラルトスからキルリアになったね。キルリア。でもサイズはあんまり変わってないね。まだかなり小さいね。それじゃあよく見てみようのコーナー。そんなコーナー存在してたっけ？なんか角が左右に出てきたね。なんか踊りそうな感じがする。あ、見て、今手を振ったよ。なんか優しそうなポケモンだね。これからよろしくね。それじゃあ次のポケモン探しに行くよ。切り替え発表。あ、こんなところにトレーナーが。なんだろう、向こうになんかいるね。明らかに周りのやつよりでかいやつが。なんか貝殻に入ってるみたいだよ。なんだこいつは、しかもからの顔が結構怖い。でも本体の顔は全然怖くないよ。怖くないっていうかなんか間抜けな顔してるね。このでかいやつの後ろにいるトレーナーは何してるんだろう。私たちと同じくこのでっかいやつを見てるんだよ。あ、間違ってキルリア出しちゃった。またさっきみたいになるところだったね。これで勝負。あ、そういえばこいつ水タイプだった気が。ってことは、噛みつく。効果抜群だって、しかもひるんで相手は何もできなかったよ。もう一回噛みつくだよ。またひるんだ。超ラッキーだね。っていうかこれもうゴリ押しでなんとかなるんじゃ。あ、顔が眠くなっちゃった。これはこのターンに決めないと寝ちゃうね。あ、倒しきれなかったよ。寝ちゃった。顔起きて。でも敵が全然攻撃技してこないね。さっきから一回も攻撃されてないよ。ただ金縛りで噛みつくが使えなくなっちゃったね。もうどの技でも倒せそうだけどね。それは確かに言えてるね。もうそろそろ起きてよ。あ、起きた。それじゃあ火炎放射。今回も一つだったけど倒せたね。ヤドラン撃破だよ。アイテムはなんか肉とか魚とかが落ちたね。先生の爪ってやつも落ちたよ。持たせると先生攻撃できるようになることがあるんだって。へえ、なるほど。スピードで負けてても早く攻撃できる時があるんだ。っていうかいつの間にかもここが。火炎放射で倒したよ。ガオガエンのレベルが49になったね。怖い顔を覚えることができるって。もう怖い顔はいらないと思うな。確かにね、忘れさせるものもなさそうだし。ってことで怖い顔は覚えないよ。もうここからは肉がいっぱい落ちたね。それじゃあ次の場所に、なんか白いやつ発見。電流のメガ進化っぽいね。なんか白い髪が生えてるみたい。大胆なイメージチェンジしてきたね。なかなかこっち向いてくれないね。ずっとあっちの方向いているね。まあいいや、とりあえず勝負するよ。ってことでガオ？ガオで前が見えないんだけど。そのうち見えるようになる。ほら。レベル10の差だから普通のボスポケモンだね。火炎放射だよ。今回も一つで全然食らってない。うわわ、逆にこっちはかなり受けちゃったよ。それじゃあここは、噛みつく。電流はひるんで技が出せなかったね。ここは暴れてガオ。急所に当たっても倒せなかったね。逆にガオが倒されちゃったよ。さすがにキルリアじゃまだ厳しそうだね。テレポートで逃げられる。先に相手の雷パンチが飛んできたね。結構体力減らせてたんだけどね。まあ惜しかったね。もっとキルリアを育てないとね。よし、あの顎に向かっていけ、キルリア。思いっきり外してるよ小石ちゃん。あれ？この右に出てるテレポートってなんだろう。まあいいやポチッとな。うわ、一瞬でポケモンセンターに飛んだ。すごい、本当にテレポートってできたんだね。この能力があったら小石ちゃん道に迷わなくなるね。私は迷ったことなんてないよ。いつも遠くに行った時ここどこって言ってるじゃん。そんなこと言ってないよ。まあでも便利な技が使えてよかったね。これで体力がなくなったらすぐにポケモンセンターに行けるね。こう考えるとこいつ仲間にできてよかったね。あ、こんなところにサーナイトがいる。レベルが63だってめちゃくちゃ高いね。よし、キルリアを出すよ。まさか戦わせるんじゃ。さすがに無理だよフランちゃん。キルリアもあんな風になるんだよって。誰だお前。ここの住人だね。こんな風にはならなくていいからね。さらっとひどいこと言ってるね。それじゃあ今回は疲れたしここら辺で終わりかな。次の目標は。早いねフランちゃん。ここで決めないと小石ちゃん絶対次適当になるからね。じゃあキルリアを進化させる。そしてメガ進化ってやつをやってみる。結構いいんじゃない。ってことで私はここで帰るよ。バイビア。じゃあフランも。
あ、もしよかったらチャンネル登録、高評価、よろしくねー。じゃあ、バイバイ。